Guys! モンスタージョン TV! 始めましたモンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわインガザシということでやっていきましょう。今回はでございますけども、海賊の楽園蜂の巣についてお話をしていきたいなと思います。海賊島ということで、時々噂になっているこの島でございます。これが出た時にはみんな驚きましたよね。なんか新しくその島の名前が出てきたっていうわけではなくて、実は結構前にその名前っていうのはすでに出ていた。それというのがフォクシー海賊団登場時でございますよね。海賊の楽園、海賊島があるということでね、その名前は出ておりました。そしてそこで生まれたゲームというのがデビーバックファイトということでね、そういったようなものが随分前に出ていて、それが今のワンピースで出てくるということで、本当にみんな驚いたわけでございますけども、この蜂の巣にまつわるお話でございます。それというのが、ちょっとこれリプとかでもいただいたんですけども、海賊島蜂の巣と、そして黒ひげが白ひげのおやっさんに言った、蜂の巣にしてしまえって言って、ババババババってこう撃っていったあの流れでございますよね。で、仲間たちもみんな撃ったり刺したりとしっちゃかめっちゃかおやっさんにやったわけでございますけども、あの蜂の巣にしてしまえっていうのと、この海賊島蜂の巣っていうのが実はリンクしているのではないのかっていうね、そういったようなコメントをいただいたわけでございますけども、果たしてそれがリンクをしているのかということで、まずはそこについてね、お話をしていきたいなと思いますけども、結論から言うと、これ関係ないんじゃないかなって僕は思います。というのも、黒ひげのあの場面で使った蜂の巣っていうのは、まあよくアニメにしても映画にしても使われるものでございますけども、蜂の巣にしてやるとかっていうのは、銃で撃ちまくる。撃ちまくって蜂の巣のようにする蜂の巣っていうのが、まさにブーンって飛んでいるあの蜂ね。あの蜂の家ではね、あの形状と同じにしてやるっていうような、まあ皮肉というか、まあそういったような言葉だよね。っていう意味合いで、蜂の巣にしてやるっていう風に言っていると思うんですよ。で、逆にじゃあ、こっちの海賊島蜂の巣はどうなのかって言ったら、確かにね、ところどころこう、ブツブツになっているわけだから、それを連想させても、まあ、合ってるのかなとは思うんですよ。とはいえ、その島のようにするっていう風に言うのかなっていうのは若干気になるところはありますよね。だから、そっちではなくて、単純な、まあ、みんなが使うような銃で撃ちまくって蜂の巣にしてやるっていう意味合いだと思うんですよね。ただこの海賊島蜂の巣っていうのは穴がバーってこう顔にドクロに開いてるわけでございますから、意味合いとしては同じような意味だとは思いますけどもね。どうなんでしょうね。どういった流れがあってその島にね蜂の巣ってついたのかわからないですけども、まあ少なくとも元々海賊同士の争いとかがそこであったのかな、わからないけども、で誰かが蜂の巣にされて、でまあああいったシンボル作ったのかな?だからよくわかんないよね。だって、蜂の巣にしてぶっ殺しておいてシンボル作るってよくわかんないよね。だからなんとも言えないけど、ただそれはそれで意味合いとしてはね、蜂の巣にされたドクロが、なんかモチーフにはなってるよね。だけども、黒ひげの使った言葉っていうのは、まあそれとは意味合いは違ってくるのかなっていうふうに僕は思います。やはりあの場面にあったものであるっていうふうに僕は考えるわけでございますけども、ただこの蜂の巣、なんかね、今回こういうという風に、この蜂の巣どうなのっていう風にね、言われて、ちょっと気になったのが、一体どこにこの島があるのかっていう話なんだよね。これはちょっと気になっていて、黒ひげがそこに拠点を置いているっていうのが、すごく重要だなっていう風に思えるんですよね。これに関しては二つ思うところがございまして、まず一つでございます。黒ひげ、やはり青二才よの、っていうところでございます。はい。これというのは、彼は確かに海賊としては歴もあるわけでございますけども、レベル6の囚人たちをやっぱどこか舐めてるところもあったりとか、彼っていうのはね、弱点が赤心軽率だっていう風に言われてるわけでございますけども、やはりちょっと抜けているんですよね。で、今まではやっぱずっと潜っていた、要するに白ひげというどでかい看板の後ろに自分はずっと潜んでいたような人物なんで、で、まあ、自分が前に出るっていうのを楽しみにしてるんだよね。だから見た目ももう超海賊っぽくしていったりとか、なんかそういったのは、まあ憧れけど違うわけどね。まあ憧れは最終的に俺のイメージしてるロックスに繋がってくるから、それはそれでいいんだけども、ただもう今までずっと後ろにいたから今度は俺にスポットが当たる番だぜっていうような行動をしてると思うんだよね。だからこそこの海賊島、蜂の巣っていう存在は知っていたのかもしれない。例えばでございますけども、白ひげ海賊団にいて、そこも巡ったとかね。そういったような可能性もある。で、現在彼が、まあそういう風に自分の海賊団を作って、そこで拠点を作っている。なぜ青2歳になってくるのかって話でございますけども、そこが、もしかするとこの蜂の巣っていうのはロードスター島があって、その手前なのではないのか、なんていう風に考えていくわけでございます。ラフテルがあり、ロードスター島があり、そしてここの島があるっていう風に考えていくと、それはそれで面白いなっていう風にも思えるわけでございます。だからこそ大体の大物の海賊団っていうのは、そこも通って、ロードスター島も通って、あらら、この先なんかあるけど行けないじゃないのよということで積む。で、そこで拠点をどこに置くのかっていう話ではね、ロードスター島に置いていくのか、はたまたこの海賊島で拠点を置いていくのかっていう話。だけども他の4校はそこに拠点を置いていないわけじゃないですか。なぜ置いていないのか。それというのはそこにいたところでしょうがねえってことを分かってるからこそ知っているんだよね。そして、まあ時を待っているっていうような状態だと思うんですよ。でも黒ひげに関しては、まあやはり気持ちが先行してるわけでございますから、そこで拠点を思いっきり作って陣取っているって考えると、それはそれで面白いなっていう風にも思えたりするわけでございます。あとはここ自体海賊の楽園っていう風に言われているわけでございますから、イメージ的にはゴールの一個手前の偽りの楽園というかね、そういう風に楽園があり、まあ大体の海賊がよっしゃ、まあこれで OK みたいなんで、ロードスター島に行って、ああ、ここで終了なんだなって言って、まあ改めてその冒険の終わりを感じれるようなね、そういった意味合いでの島という風に考えていくと、それはそれで面白いなっていう風に僕は思えるわけでございまして。で、彼がこの海賊の楽園にいるっていう風になってくるんだけども、一つここで思い出すのが、その楽園帰りたい、パラダイスに帰りたいっていう風に言っていた海賊団いましたよね。それというのが新世界に入ってすぐの話でございます。パラダイスに帰らしてくれみたいなことをキッドに言っていて、で、しばかれた兄ちゃん。新世界に入ったものはグランドラインは何のことはね、海だっていう風に思ってもう楽園だみたいな感じで思うぐらい新世界はやばい。で、グランドラインをパラダイスだと思ってしまうっていうような流れがあるわけなんだけども、本当の楽園というのがこの海賊の楽園蜂の巣であるっていう風に考えていくと、最終的に海賊たちはそこへたどり着いていくと。で、その先にロードスター島があるのだとすれば、偽りのゴール、ラフテルではなくて政府が用意している偽りのゴールっていうのがロードスター島であり、で、みんながロードスター島に着いたらここで冒険終わりだみたいな。で、一個手前には蜂の巣があるわけだから出来上がりだよね。手前でウェーイ宴やって、よっしゃ最後乗り込んだぜって言って乗り込んでいって、ロードスター島を着いて、よしゴールだで、どうするみたいな。この後どこ行くみたいな。戻ろうぜ。ちょっとワイワイやろうぜって言ってまた戻っていくみたいなね。なんかそういう風に考えていくと、そらそれでなんか出来上がるよね。っていうところから繋がってくるのが、やはり黒ひげ青2歳よのっていう話でございます。他の4校たちはもろもろ分かって散っている中でも、彼はそうではなくてそこにいるっていうね。そこはちょっとなんか面白いなというか、彼の性格とか考えていくともしかしたらそういったこともあるのかななんて考えます。そして出てくるのがこの楽園だよね。本当の楽園。グランドラインが楽園ではなくて、しっかりと海賊に用意された楽園がある。それというのが海賊島蜂の巣である。なんて考えたりとかね。まあいずれにしても、この一番最初にお話しした白ひげのおやっさんを蜂の巣にするっていうのと、この蜂の巣、海賊島蜂の巣が繋がるのかっていうところは、まあ似てるけども違う。っていう発想で僕はいいと思います。なんというか、海賊島の蜂の巣にしてやるって意味わからんやん。全くもって意味わからんのよ。もちろんその蜂の巣で何を連想するのかって話だけど、さっき言ったようなその蜂の家蜂の巣を連想していくのか、でかいそのドクロで、まあ穴開いてるから、あのドクロみたいにしてやるっていうね、そういう風にしていくのか、まあどうなるのかって話だけど、結局はあのドクロみたいにする、穴開いている。それというのが、結局は蜂の家、蜂の巣に繋がってくるわけだから、なんか遠回りしてるんだよね。その蜂の巣行きゃええやんけ、と思うんだけど、なぜかその蜂の巣の島っていうところを連想して、で、最終的なそれイコール蜂の家になってくるっていう、もうここでええやんっていう。そういったような感じするよね。だから僕としてはそこは別物かなっていうふうに思いますけどね。ただ、この海賊島蜂の巣っていうのはまだまだ広がりそうだなと。デイビーバックファイトっていうところに繋がってくるのが一つ。そしてそこから繋がってくるのがデイビー・ジョーンズでございます。ここに繋がってくると、いよいよやばい展開になってくるよね。デイビー・ジョーンズ。どこで出てくるのかな。もう亡くなった人って考えるのは正解でございますけどもね。だけども、もしかしたらあるかもしれないよね。蜂の巣、ドクロのね、どでかい岩があるわけでございますけども、あれ何モチーフ、デイビー・ジョーンズなのなんで考えたりとかね。まだまだデイビー・ジョーンズにまつわるような流れっていうのはね、デイビー・ジョーンズロッカーとかっていうものもあったりとか、気になるものがちらほらあるわけでございます。それについてデイビー・ジョーンズについてまとめてるような動画もございますので、ぜひともそれは概要欄からね、チェックしてもらえたらなと思います。とにかくまだまだワンピース、いろんな面白い広がり方をね、するんじゃないかなと思っておりますので、皆さんここからもね、引き続き目を離さぬようよろしくお願いいたします。それでは今回この辺で終了していきましょう。最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザラシということで P でした。また次回お会いしましょう。See you next time!